のカール、皆さん夏がまだまだ続きます。はい、皆さんマリオカート8デラックスの時間でございます。どうもこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクと言います。初めての方はじめまして。いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。はい、ということで検証ルームの部屋のドアが開きました。はい、相変わらずですね。はい、前回はね、トゲゾウの回避方法一覧まとめということで、まあ検証ではなくて回避方法の動画だったんですけど、今日からはねまた検証に戻ります。はい、インターネットじゃないな、はい、一人でモードでやっていきます。ではレースでね、今日はね、なんとなくちょっとした戦いが起きるんで、まあちょっと久しぶりにデイジーしようか。デイジーなんかいつも追い抜くときに気をつけろとかって言うからね、なんかちょっと口が悪いからね、これデイジーね。はい、おてんば宿屋のおてんば娘みたいな感じ。はい、じゃあちょっとデイジーでいきます。デイジー。はい、ということで、まあこれ全部スタンダードでね、まあ、デイジーはね実はワリオのファンなんで、ワリオでいきますね。ワリオに憧れてますこれ。はい、ルイージかわいそう。はい、これで今日も 50cc で、まあ今日はね多分前アユは地球を救うで24時間テレビの24レースにしたんだけど、今日は多分24もいらないから、なんとなく人造人間16号の16レースでいくわ。はいはい、今日の検証するコースはですね、あれどこだ、あったあった、俺大好きなコースこの中にあるんですけど、はい、チクタクチクタク、はい、機械式時計ですよ、機械式時計。トゥールビヨンの中に入っていきますよ、チクタクチクタクロックでね。なんでチクタクロックのチクタクするやつはサンダーの絵が描いてあるんだ。サンダーカップだからか、まあそうだろうね。はい、ではここやっていきましょう。はい、ということでですね、今日の検証なんですけども、今日はこのチクタクロックの機械式時計の中を走ってます。はい、こいつですよ、こいついましたね、時計の振り子。この時計の振り子をちょっとぶっ壊せるかっていうのをちょっとやってみます。まあ壊せるかっていうのは、要は完全に破壊するんじゃなくて、針にね、時計の振り子にねダメージを与えられるかっていうのをちょっとね検証してみたいと思います。まあ、ちなみに豆知識ですけど、赤コーラ来すぎだろおい。豆知識ですけど、時計の振り子っていうのは、まあ、時計に限らず振り子っていうのは、まあ、要は動力の作用でね、ああやって揺れてるんですけど、あれは摩擦とか空気抵抗がないような場所では永久に揺れ続けるんですよね。はい。まあ、それはね、振り子 V イコール速度ベクトルとか、A の加速度ベクトルで、シータのね、振り子角度とか、そういうので求められてますから。また、ご興味のある方は、参考資料ぜひご覧ください。ではやっていきましょう。よっしゃ、まずはね緑コーラやりますよ、緑コーラ。おい、うわー、もうこのパターン、このお今の瞬間でサンダーかよ、おい EV の進化じゃねえか、サンダースマジかよ。はい、では、ま、ファイヤーですね、ファイヤーでいきます。よっ、はい、ファイヤーでは全く歯が立たないですね。キノコで突っ込むと、はい、負けですね。負けだけどスピンはしない、負けだけどスピンはしないね。はい、帰ってきました。じゃあさっきのリベンジです、いきます。緑コーラいけ。おい、なんか音が鳴ったね今ね、鐘みたいに、除夜の鐘みたいに音が鳴った気がするけど、ほら、おー、音が鳴るんだこれ、自分でも鳴るのね多分ね。はい、ということで、まあ、赤コーラ、緑コーラともに効きませんね。はい、ちなみにこれパックンチョって噛みつくのかな、時計の針は。一応お邪魔キャラだけど、どうなんだろう。ルイジに行ったわ。あ、全然ダメだね、やっぱり当たり判定はないですね。はい、全くダメですね、行かない、時計の針には行かない。はい、ではちょっとボム兵やってみましょう。これ難しいよね、空中に浮いてるもんね。とりあえずやってみましょうか、いけ。全然ダメだわ、全然ダメ、これはダメだね。よし、もう一回ボム兵やってみましょう。これ多分ね下に落とす方がいいと思います。はい、向こう側にね。じゃあちょっと落としてみます、これぐらい。おい、でも全然ビクともしなかった。はい、ではブーメランいきます。ブーメランも多分跳ね返されそう、音鳴るのかなブーメランで。ファイヤーでは音鳴らないけど、ブーメランでは鳴るのかな、ちょっともう一回やってみよう。音鳴らないよね。よし、ブーメラン、もう一回。
なんか変な戻ってき方したね。なんか音が鳴るのは当たった時じゃなさそう。なんかあんまり関係なさそうだね。普通にガン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 言ってましたね今。よし、とりあえずじゃあクラクション取ってやってみますね。クラクションは突っ込みながらバックミラーで見つつやりますんで、ちょっと高度な技術がいります。はい、ではちょっとやっていきます。さあ突っ込め、いけ。おお、効いた効いた効いたね効いたね。クラクションも効きましたね。オッケーオッケー。これちなみにあれだよね、テレサで突っ込んだらすり抜けられますよね。ちょっとやってみます。おお、すり抜けましたね。やっぱそうですよね。はい、謎が解けました。さあスターで突っ込んでみましょう。どうなってる。あ、前後に揺れるのか。前後に揺れてるね。じゃあゴールデンキノコで突っ込んでも負けだ。ゴールデンキノコでもキノコと一緒。はい、トゲゾウ、これは効くでしょう。甲羅の中でも最強だから、いけ。おい、来ました来ました。あの揺れた瞬間こっちに戻ってくるやつに当たれるのかな。オッケー、トゲゾウは効くね。じゃあ次キラー行きます。キラーも余裕でしょう。これはね、いけ。はい、もう吹っ飛ばしてましたね。キラーが一番多分吹っ飛んでましたね。これなんでこうキラーってこれ蛇行運転するのかな、ここで。うおーっと、その精度落ちそうになる。はい、ちなみにバナナを当ててみましょう。音鳴ったら面白いのにな。いえ、はい、何も歯が立たない。何も歯が立たない。バナナの液体がちょっとついたぐらいかな。はい、キノピオさん、バナナあげる、食べてね。お、一瞬で食べた。まあたまには、お、いいよ、乗るんだね。食べたよ。はい、まあ全然関係ないけど。テレサの時に今みたいにサンダー食らってもアイテムはちゃんと持っとけるんだね。これね、ギミックというか、普段こうやってコース見ることないですけど、結構面白いですね本当に。結構凝った作りを本当やってますよデラックス。Wii U のマリオカート8の時もこれぐらい凝ってたと思うんですけど、なんか変わったところってあるんですかね。なんかデラックスになってからここのネジが1個増えましたとかね、なんかそんなんがあったら面白いけど、まあないと思うけどね。こうなんかスポットライトみたいなもね、こうやってついてますよね。これ一体何を照らしてるのかわかんないけど、ここを照らしてるんでしょうね、今のねスポットライトでね。あれ見てください、外時計の設計図書いてますよ。歯車がどうとか。ほら、これ結構、これ今初めて気づいたわ。これほら、時計のね、設計図があるんですよ。ほら、これ懐中時計ですね。懐中時計のほぼ懐中時計か、なんか懐中時計のなんか設計図が書かれてますね。すごいなんか凝ってますね結構ね、あの辺とかも。これちょっと柱が邪魔だけど、柱ってか手すりが邪魔だけど、これローマ数字のね時計で、あっちがね断面でいいですねこれ時計の。まあ僕時計好きなんですけど、時計好きにはたまんないですよねこういうのね。こういうところにもね、ちゃっかり設計図が貼ってありますね、ここね、こういう風に。ああ、ちょっと待って、設計図を読みたいけど、ほらほらほら、こうやって何ミリだよとか、ここが何ミリだよとかね、こうやって書いてますね。結構面白そうに書いてますよね、細かい字。ああ、結構ギアが B40×40×60×60 とかいろいろほら見えてますよ。ほらほら、ギア 60×60。 あ、落ちた。結構だから面白いですね、こうやって回っていけますもんね。これ回って一周回らずにジュゲムに救われてしまうのか。お、大丈夫だったね。そんな検証もできる今日この頃。さあそろそろ行きましょう。ちなみにさ、この時計の長針は浮くのかな。あ、全然ダメだね。引きずられるね、引きずられますね。これちなみにね、ここにバナナを仕掛けて、あの針に巻き込まれたら運ばれるのかな。うわ、すり抜けたよ。これすり抜けるんだ。そうなんだ。すり抜けるんだね。だって自分がいるときはさ、こうやって引きずられるのに、なんでバナナはすり抜けるの。さあ、頼みの綱のサンダーが来ました。さあ、サンダーで時計の振り子は揺れるのか。では、見てみましょう。はい、お、今のはちょっと待って。これは最悪なタイミングでやったな。どっちなんだあれ、キラーか。
キラーかサンダーかどっちだ。あーもう、はい来ましたよ。もう一回サンダーやります。はい来ました、もう一回サンダーやります。おーい、はい来ました、サンダーいきますよ。ではいきます。はい、サンダーは効かなかったということが分かりました。はい、皆さんどうもお疲れ様でございました。部屋に帰ってきました。はい、ということでまあいろいろありましたね。とりあえずまあブーメランとか緑、赤、ファイヤー、パックン全部効きませんでしたね。でボム兵も効かなかったですね。はい、一応ねその縦に、普通横に揺れてる振り子が縦に揺れるということで、ダメージを負っているというふうに感じました。感じましたというか判定しました。聞いたのがクラクションとスターとキラーとトゲゾーだけですね。はい、まあキンキノコとかバナナとかキノコでは全く、あとあれテレサはねしっかりとすり抜けましたんで、あれも勝ちということでいいでしょう。ダメージは負ってないけど、僕らもねお邪魔されてないんで、はい、まあそんな感じでしたね。まあ途中いろいろまあ見ていきましたけど、設計図がいろいろ書いてあったりとか、まあ面白かったですね。やっぱりじっくりとね、普段コースってじっくり見ないじゃないですか。だから非常にね面白いですね、じっくり見ていくと。これ12カップ48レース全部やったら多分面白いでしょうね。いろんな発見がまたありそうな感じがします。はい、まあそんな感じでしたね。まあこれもね10分ぐらいの動画だと思いますけど、まあはい、ただはい、まあそんな感じでしたね。まあこんな検証ね、いろいろ続けていきたいと思います。まあ他にもねいっぱいいろいろちょっとあるんですけどね、まあたまにはねオンラインでバトルとかオンラインでレースとかねやりつつ、検証しつつみたいな感じでねやっていこうかなと思います。はい、夏休みもね8月入りました。皆さんいかがお過ごしですか。本当に楽しみましょうね夏ね。はいはい、まあそんな感じでまた次回もねまたやっていきたいと思います。はい、お忙しい中いつもご視聴いただきありがとうございます。またね次回もぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。サクでした。皆さんご視聴ありがとうございます。サクです。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。